バエク、キュレネで何が起きたか聞いたわ。終わった。息子は安らかに眠ってる。いや、調子はどうだ。元気よ、ご覧の通り。そう聞けて何よりだ、プラクシラ。皆変わりはないか。バエク、フラウィウスがここにいたの。でも問題はそれじゃない。神殿にいる病人の家族が町中で嘆き悲しんでいるの。愛する人に会いたいって訴えても無視される。フラウィウスが来てから。偶然じゃないだろうな。ええ、友人のクリオスと話して。神殿の水運搬係よ。女神官メリッタと話すわ。熱心すぎるけど、病人や死にゆく人を見放すような人じゃない。用心しろ。クリオスと話したらここに戻ってくる。フリオス、フラウィウスに何をされた？目を開けろ、フラウィウス。どこだ？飛んで帰れ、カラスメ。ローマのクソ野郎がまた人をもてあそんだのか。ささやき、ささやきの、なんだ。メリッタ、杖の毒蛇。神官か。いいえ、どうかフラウィウス様、どうか。シェーレ、フラクシド、フラクシド。わめかないで、病人を安静に。フラクシド。わかったから、声を落としてちょうだい。女神官のところよ。ダメだ、女神官はリンゴの中の蛇だ。彼女は持って隠し持ってる、ささやきの秘密が覆い隠されてる。彼女のささやきの社に。そのかわいそうなおバカさんはあなたの仕業？フラクシラは行き先を言ったか。山よ。でもこいつを頼む、助けがいる。俺はささやきの社を探す。あなたじゃ神々の意志は理解できないわ。この聖なるものは神秘と恐怖が実体化したものよ。女神官が人々を苦しめていたの。も
とは治癒士よ、恥ずべきことだわ。できるならここを燃やして灰にしてやりたい。ここには邪悪なものがあるのよ。切れないから運命を思うと恐ろしいわ。メリットは異常だと。あの異物、フラウィウスが農場で使ってたものよ。ここでも使ったのね。クリオスを見た時に分かった。心の中を引っかき回されるような感覚だ。あれのせいね。寄生虫のようにこっそりと人々の心を乗っ取って奴隷にするのよ。運命は自分の。メリッタを救えなかった。あんなことをしたのよ。この手で喉を切り裂きたかった。ありがとう。私にもバラグレにも十分すぎることをしてくれた。どんな時でも手を貸そう。自由であることに意味がある限り。別れを言うことが多すぎて嫌になったりしないの？そうだな、確かに。だがそれこそが旅だ。それにいい出会いにも恵まれる。あんたの土地は滅びはしない。あんたは治癒士で、守護者で、メジョイだ。さあ、狂気の世界から脱するときね、シワのバイク。アポロの盾ごと、アポロの歌。私は光の声と言葉を交わす。わしよ、幻影であなたを感じたわ。アポロが語ってた。白きオジカを殺した王は泣いた。それは女狩人だったから。五光に照らされた白く美しき人、アポロは王を癒せとガイアに命じた。平原の遥か高みにある涙の湖、太陽の神は山を拳で叩き、愛する人を隠して言った。誰もあなたを探さない。わしを除いて、わしは五つの町の上を飛翔する狩人の五光をくちばしに加えて。なぜ俺をわしと呼ぶ？聖なる遺物はあなたのもの、わしよ。見つけて富を増やしなさい。涙の湖とか言ったか。俺に狩人の五光を見つけさせるつもりか。聖なる女狩人、キュレネ、その人だ。ライオンを殺す少女だ。力強く勇ましい。アヤを思い出すな。キュレネとアポロの伝説だな。アポロは彼女と恋に落ちた。
王冠？きっと予言にあった五行のことだ。アポロからの聖なる贈り物に感謝しよう。バーエク、シワから来たメジャイ。思い出した。頼む、娘がひどい事態に巻き込まれてしまった。イビ、シワから随分離れたの。あ、メジャイ、もうあそこにはいられなかったんだ。残してきたものを思って泣いた。アパテに何があった？話してみろ。少し前だ、彼が来たのは。いい青年だが理想主義者で、あの子は反逆を覚えた。その男にローマの害悪を取り除こうなどと説得されてな、砦を攻撃して捕まった。アパテはケムと同じ砂を歩んだ。俺たちはオアシスを共有しただろう。どこでローマ兵に捕まってる？キュレネに向かう道の途中にむごい刑罰を与える場所がある。反逆者の死体だらけなんだ。大丈夫だ、俺がアパテを連れ戻そう。イビ、見つかった。貼り付けの形状だ。どこかにアパテがいる。私たちは屈しないわ、ウジ虫野郎。エジプトでもキレナイカでも釘を打てば泣き叫ぶ。誰でもな。私は屈しないわ。貼り付けにされたらそんな繊維もなくなるさ。殺して欲しくなるだろうよ、アパテ。仲間が暴動をやめないなら大勢が死ぬぞ。もし殺されても神々が迎えてくれる。民衆の声などクソくらい。取るに足らないシワの厄介者め。いいか、これが共和国を裏切ったネズミの慣れの果てだ。殺せば好きにして。けどあんたたちはエジプトに勝てない。シルフィウムの窃盗は死に値する重犯罪だぞ。あれは民を助けるものよ、ローマの貴族のものじゃない。舌を切るべきだな。そうすれば黙る。セベルス様が砦に連れ戻さなかったことに感謝するんだな。セベルスに伝えて、部隊一のクソ野郎だって。みんなそう言ってるわ。私たちは屈しないわ。獲物め、いいか、これが共和国を裏切ったネズミの誰の果てだ。殺せば好きにして。けどあんたたちはエジプトに勝てない。シルフィウムの窃盗は死に値する重犯罪だぞ。あれは民を助けるものよ、ローマの貴族のものじゃない。シワのバイク、あなたなの？バイク、また助けられるなんて嘘みたい。久しぶりね。まずはこの場所から脱出しよう。奴らは増援を送ってくるわ。長居してはダメよ。心配してたんだ、アパテ。ローマ兵の悪行を見てられなかったの。奴らがシワで何をしたか聞いた？この目で見た。お前が砦を？ええ、プラシノスの隊長セベルスは猟奇的な奴よ。あいつは民に苦痛を与える方法を毎日考えてるの。そして夜が来るたびどこかでそれを仕込んでる。奴がいる限り反乱なんてただの騒ぎに過ぎないのよ。ケムはお前の強さと心のありようを好んでた。子供時代は自由だった。みんなで狩りに行って笑い合ってた。それを次の世代に残すの。俺が拷問者を殺す、アパテ。
奴に自分がクソ野郎だって分からせてやって。拠点をやるなら私は仲間と加勢する。この辺りは警戒しなくては。奴らは偉大なクソ野郎を失うことになる。見物だな。Help!